準決勝第1試合は7フレまで終え、依然寺下がトップ。それを大中、さらに桜井が追う展開で、ゲームは終盤第8フレーム。もし行ったら210台までは持ってこられるということになるわけです、はい、今のはもう本当に理想通り理想的な投球でしたね。寺下、さあどうするかというのをちょっとこれ楽しみですね。寺下の右レーン、ある程度こう思い描いた、うん、あ投球ですかだったんですけれども、うん、残ってしまいましたね。まあこういうことがねあるので他の選手がこの辺で追い上げていればということになるわけです。さあ桜井、さあここはもう思い切って自分のボーリングを、ダメだ、なかなかストライクが取れない。一リーズ5戦、その5戦目、重ねたポイント上位3人によってシリーズチャンピオンが決まるわけです。そのチャンピオンの賞金が300万ですからね。大きいですからね。本当みんな目の色が違いますしプレッシャーのかかり方も違うんですよね。そうでしょう、はあ、今までにない姿が見られて面白いですね。本当ですね。はい、これは完璧に、寺下がとにかくこの準決勝は勝つしかないんです。その準決勝、まずは順調に寺下が、うわー、なんですか矢野さん、左左側は全て5回投げて5回ともストライクでしたね。本当ですよ、はい、大中、大中桜井の戦いで言いますと10ピン差ですね。 ですね、はい、桜井は第9フレームストライクをマークしておきたい。いやー、引きました。さてこれで2人はちょうど10ピン差なんですけれども、はい、9フレーム、大中がスペアに対して桜井がストライク、10フレームの1投目にね、ストライクを持ってきた場合、桜井が並ぶことができると、そういう状況ですね、はい、さあ最終フレームに入った大中、左側から外に出して帰ってきた、あー、厳しい、さあ寺下の右のレーン、10フレーム、はい、にっこり、はい、いや丁寧に、そして少しスピードを落としてアジャストしたかなといったところですかね。落としてますか、はい、やっぱりゲームの中でちゃんとアジャストするというこの辺がやっぱあの強いプレイヤーの特徴ですよね。はい、よいしょ、この試合は何としても頑張りたいと言っていた大中澄で、2つ目、修正完璧にできたかどうか。あら、なるほど、素晴らしいですね。出ましたね、はい、ポイント3位内をもう確定させましたからね、はい、これで3ポイント取って、はい、決勝ではあの3位でも1ポイント入りますから、はい、チャンピオン決定戦進出です。300万円に向けてまず資格を取りました。ああ、これで残念ながら183ピンということでした。さあもう一投、アウト、これで238ピンと、ナイスゲームですね。さあ
したくない。ようやく今ね、はい、いい投球ができましたね。なるほど、パンチアウトすれば194ピン。どうだ、いい投げ方、いいストライク。さあ最後の投資が、したがってここは寺下が238ピンで決勝進出です。寺下が238のハイスコアで4大会ぶりの決勝進出を決めた。この結果寺下はポイントを19に伸ばしランキングトップに。そしてシリーズチャンピオン決定戦出場も確定させた。レーンが練習投球中に分からなくてちょっと迷いながら投げてて、本当はこの試合を勝ってウララさんと対戦させていただきたかったんですけど、ちょっとそれがその切符は手に入らずって感じだったんで、ちょっと次寺下プロを倒すという目標に、はい、して、はい、頑張りたいと思います。低いスコアで終わりたくないなと思って最後はストライク持ってくると思って投げてますけど、一投一投気を抜いてないつもりではいますけども、もっと大事に投げていきたいなと思います。薄めで倒れたらラッキーだなと思って投げたのがテンフレの1投目ですかね。でやっと右が来ました。嬉しい、良かったです。内容も良かったです。